ユウトがあんな風に受け入れてくれるなんて思わなかったよ。正直に話してみてよかった。今日は嬉しすぎて眠れないかもしれないよ。おお、そうだ、いい案があるよ。にひひ。改めて、おはよう、ユウト。何をしているって、寝てるんだよ。ううん、ベッドには問題はないんだけど、エリナに問題があったの。昨日のユウトの言葉が嬉しすぎて眠れなくなっちゃったんだよ。だからね、一人だと悶々としちゃって眠れないから、誰かと一緒に寝たくなっちゃったってこと。だってリオはエリナの体質知らないんだもん。もし寝ぼけて噛みついちゃったら大変なことになるでしょ。でもユウトだったら大丈夫なんだよね。よかった。うん、なんだかね、こう秘密を知ってくれてるせいか、ユウトと一緒にいるとすごく安心できるの。
だからぐっすりと眠れたよ。それなら簡単。これぐらいの鍵ならピッキングで開けられるから。まだロシアにいた頃にね、知り合いの元カーゲーベーのおじさんに教えてもらったの。もう？まだ二度寝できるよ。すぐにお説教は嫌だね。ねえ、起きてるんでしょ？ムツラくん。鍵が開いてる。了解だよ。喋ってなかった？通りかかったとき声が聞こえてきたんだけど。そうかな、確かに声がしたと思ったんだけど。それはそうなんだけど。ん？どうかしたの？でも、体が離れてたら、あずさに気づかれちゃうよ。ドキドキする。ムツラ君、やっぱり誰かいるの？そうなんだけど。急にどうしたの？痛い？大丈夫？エリナが密着してるのに全然硬くなってないね。でも密着するためにはこうしないと。むぎゅー。ムツラくん？そっか、寝言だったんだね。うんうん、それはいいんだけど、ムツラくんって大きな声で寝言を言う人なんだね。それで、いつまでベッドで寝てるの？そろそろ起きないと遅刻しちゃうよ。ん？どういうこと？嘘つき。ユウと全然夕立ちしてないじゃん。
それは残念。今日も夕立を見ることができなかったよ。そうかも。おいしょだ。おお、ドキドキさせすぎちゃった。うん、そうだね。それじゃまた後でね。先輩。おはよう。おはよう、ユウト。今日は少し遅いのね。ムツラ君。何？二人とも、そういうことなの？何が？何がって、決まっているじゃない。説明させたいの？メラさんったら。いやらしい。ん？何のことですか？ヤライ先輩。稲村さん、お赤飯を炊いてあげてくれないかしら。お赤飯ですか？それは別に構わないんですが、一体どうして？メラさんたら、一足先に大人の階段を登ってしまったということよ。ああ、シンデレラですね。でも、それとお赤飯に何の関係が？そういうことなの？よー、変なこと言わないでよ、もう。違うからね、別に変なことじゃないから。でも確かに何もないという割には態度が変だよ、あずさくん。その初めてのエレーティアのちぎりを済ませたような雰囲気だ。エレーティア、意味はだから、そのせやっぱり何でもない。それは朝ちょっとムツラ君とお話しすることがあったんだけど、その時言えないよ。やっぱり言えないようなことをしたのね。だからしてないってば。そうそう、そうなのかい？その割にはいつもと態度が違いすぎる気がするけど。ああ、そういうことなんだね。なるほど。それならあずさくんの態度にも納得だ。なんだ、それぐらいのことなの？それぐらいじゃないよ。そりゃその生理的な問題だから、ムツラ君を責めるつもりはないけど、だけどうん、仕方ないよね。男の子なんだから。私の配慮が足りなかったんだよ。どうやら別に二人の仲が特別親密になったというわけじゃなさそうだね。みたいね。うん、結局どういうことなんですか？そうなんですか？そうですね。あ、でもエリナちゃんがまだ。おはよう、ユウト。
ごめんね。おはよう。こうして政府はカジノ特区を設立させることに踏み切ったわけです。ではキリがいいので今日はここまでとします。最終的には食堂に行くけど、それより先にユウトの教室に行くところだったんだよ。もうそんなの決まってるじゃん。ユウトと一緒にご飯を食べるためだよ。ダメ？何？こんな場所で他の人に聞かれたくないお話？だって耳に息を吹きかけられたら誰だって感じちゃうでしょ。それに言うとやっぱり甘くてセクシーで地球に響く。ごめんごめん。それで一体何の話？ごめんね。そんな甘くてセクシーな声でささやかれるとつい耳が感じやすいから。ユウトを迎えに来たのは違うの。ただ一緒にご飯を食べたかっただけで。本当にそれだけなの。意外と S なんだから。でも大丈夫、エリナ基本ド M だから相性はバッチリだよ。心配してくれてありがとうね、ユウト。はい、ユウト、お口を大きく開けて。いいじゃん、遠慮しなくても。ほらほら。それってもしかしてむしろ物足りないってこと？あんじゃなくて口移しをしてほしいの？
ユウトってば大胆。そうなの？それじゃあ、はい、あーん。もしかしてエリナのあーんしてるものなんて食べたくない？そっか、そうだよね。私、化け物だもんね。こんな化け物にあーんなんてしてほしくないよね。ごめんなさい。私、鈍かったね。え、違うの？それじゃあ、はい、あーん。ユウト、やっぱりダメ？うん、それで十分だよ。それじゃあ、はい、あーん。おいしい？おお、わかってるよ。これ以上ユウトに食べてほしいなんて言わない。だから今度はエリナが食べるね。約束を守ってユウトにこれ以上あーんはしないよ。でもあーんさせないっていう約束はしてないよね。ね？ね？それとも私みたいな化け物にはあーんなんて。うん、それじゃあーん。ユウト、何？そんな大きく口を開けてまるでフェラ顔みたいだななんて思ってないで早く。あれ、違った？まあいいや。ねえユウト、早くお口に突っ込んで好きにして。バレた？言わなかったらしてくれるんだよね。それじゃあーん。ねえ、エリナ君ってあんな子だっけ？え、いつも通り元気なエリナちゃんだと思いますが。いや、元気がないと言ってるわけじゃなくてね。いつもよりも来やすくなったんじゃないかって言いたいんでしょ？そうですか？私にはよくわかりませんが。エリナ君って尻込みなんかはしないけど、あんなに積極的に甘えるような子じゃなかったと思うんだよね。そうだよね。いくらムツラ君が年上って言ってもあんなに甘えてるなんて。それはダメなことなんですか？いえ、別にダメなわけじゃないけれど、突然距離が縮まったことが少し不思議なだけ。なんだかんだでエリナ君って誰かに頼るなんてことはしなかったから、ああして甘えるのはいいことだと思うよ。そうですよね。誰かに甘えられるって素敵なことですよね。いいなあ。うん。ああいう甘ったるいのが好きなの？あ、うん、それはその、うん、ちょっと憧れちゃう。私も憧れます。素敵ですよね、そういうの。そういうものかしら。まあそれはともかく、今後私たちはどうすべきだと思う？そうだね、もし二人が本当に付き合っているのならお祝いしてあげるべきなんだろうけど、今はまだ見て見ぬふりをしてあげるか。ああ、それは確かにそうだね。え、お二人が付き合うのは喜ばしいことですよね。でしたらお祝いしてあげるべきなのでは？
稲村さんの言いたいことはわかるのだけれど、実際付き合っているのかどうかはまだわからないでしょ。かといって本人たちに直接尋ねたりして雰囲気が微妙になっても困るからね。やっぱりもう少し様子見するのがいいんじゃないかな。そういうことでしたら、お二人も私たちに打ち明けるタイミングを図っているかもしれませんしね。そうね。それじゃあ私たちの当面の方針としては、しばらく様子見ということで、下手につつかない。賛成。僕もそれで文句ないよ。私も構いません。エリナちゃん、幸せそうですしね。